うまいタコ事件。明石への遠征先で食事に誘われた。これが世界一うまいタコじゃ。4打席凡退イコール4タコ。当時の打者は、験担ぎでタコは食べなかった。愛好は無理やり大量のタコを食わされた。世界一うまい餅事件。愛好は、キャンプ中、みんなで鍋を囲んでいた。どうじゃたけし、調子はどうじゃ、飯食っとるか。そうじゃ、マネージャー、女房から世界一うまい餅が届いてる。全部こいつらの鍋に突っ込んでやれ。鍋が佐藤の切り餅だらけになった。スアタマ狙撃事件、打撃不振でバッティング練習中。どうじゃたけし、調子はどうじゃ、たまには俺が投げたる。さすが、400勝投手、制球も回転も抜群。愛好は気持ちよく快音を響かせた。イラッとして、頭に球を投げてきた。愛好は大きくのけぞった。夏だからヘルメットなし。どうしたたけし、避ける練習じゃ、打撃不振は解消しなかった。